一度決めたことを私は容易に曲げたりはできない。いや、急ぐ必要はない。せっかく時間に余裕ができたんだ、少しくらい観光してみたらどうだ。ああ、財前にはもう知らせておいた。今回の仕事で事務所の社員旅行に行きそびれただろう。足りないとは思うが、その埋め合わせということで。ただここは海外だ。女性が一人では何かと不安だろ。君さえよければだが、同行させてもらってもいいか。スカディ島には自然景観だけでなく文化的景観も多く存在する。特に首都のレクアビクはスカディ島の歴史を感じさせる文化的景観が素晴らしい。自然景観でいうとサキア峡湾、セテの滝、メルグラン氷河あたりは、それはもう圧巻の光景だ。文化的景観と自然景観、君はどちらを選ぶ？そうだな、どちらも捨てがたいが、あえて選ぶとすれば私は自然景観の方を選ぶ。仕事の状況によって頻度は変わるが、1年に1回くらいは旅行に行くと決めている。私の場合だと、いつも新しいことに挑戦するようにしているな。食事からアクティビティまで、普段では体験できないようなことに身を投じるんだ。要するに、いつもと違うことをしている。自分で言うのもなんだが、私は計画的な人間だ。そして己に対しても他人に対しても厳しいところがある。そんな生活を長く続けていると、誰だろうと知らず知らずのうちにストレスを溜めてしまうらしい。だから自分なりに調整するべく、私にとって効果的ないつもと違うことをするを実行しているんだ。私のスタイル、君はそれでいいのか。
今回は二人行動なんだ。私のことなら気を使わなくてもいい。わかった。ではお言葉に甘えさせてもらうことにしよう。では明日の昼間は郊外でバギーを借りて、夕方は熱気球に乗ろうか。バギーカーを運転する機会はそうないだろうし、熱気球もずっと乗ってみたかった。バギーカーは全地形対応車で、分かりやすく言えばオフロード車みたいなものだ。車は密室にはなっていないから、走行中は風に吹かれて冷えるかもしれない。だから明日はちゃんと暖かくしてくるように。今日のツアーは川辺や渓流といった水辺も走るからな。ああ、大半の観光客はおそらく他の人気スポットの方へ向かったのだろう。もともと人気の高いツアーはないし、それにこの季節は特に冷える。先にどうぞ。もしも乗車中に気分が悪くなったら、迷わず私に教えなさい。くれぐれも無理はしないように。
すまない。少しスピードを出しすぎたか。ジンジャーコーラだ。体が温まる。バギーツアーはどうだった？よかった。気に入ってもらえて。どうかしたのか？そうだな。小さい頃はよく両親にドライブに連れて行ってもらっていて、おそらくはその頃からだろうな。だがその時は乗ることが好きだっただけで、ハンドルを握りたいと思っていたわけではなかったと思う。運転免許を取った後、自分の運転で通勤するようになってからだろうか。その頃から私は道路を走るのが案外好きだったのだと気づいたんだ。昼と夜、晴れと曇り、そして春夏秋冬、同じ道路でも全く違う風景が見られる。ああ、名所旧跡よりも私はどこにでもある自然の中を車で走る方が好きだ。知らない土地、知らない国であればなおさらそう思う。それにスポーツカーよりもバギーカーの方が車の躍動を感じられるから私は気に入っている。意外だったか？それはもちろん。ただ私が変わっているとは思わないのか？こんな季節でもバギーカーに乗りたがるなんて。現に今日の参加者は私たちだけだ。
確かにその通りだが、周りの人間と趣味が合わないのは事実で、そういう人間を世間では変わっているという。あるにはあるな。だが私はそのような意見で自分を曲げたりはしない。ただ状況によっては異なる対応を取ったりもするが。ああ、例えば親しい人間が心配で訪ねてきた時などは、万全の準備をした上でドライブに出かけていると説明したり、もしくは無事故無違反という実績を持って趣味と安全を両立していると証明したりしている。もちろんこんな寒い季節にバギーカーに乗るような行為を理解できないという人もたくさんいるが、そういうケースに関しては特に反論などせず聞き流す。それが私のやり方だ。そうか、ならその理由を聞いてもいいか。君の言う通りかもしれない。一度決めたことを私は容易に曲げたりはできない。そしてそれはおそらくどんなことにおいても。申し訳ございません。急に冷たい空気が流れ込んできてしまって、現在は大気の状態が不安定になっており、しばらくは雨や雪、雷の恐れがあります。なのでそうですね、1週間後には乗れると思います。仕方がないさ、時間はまだあるんだ。他の場所でも回ってみようか。向こうにお土産のショッピングモールがあるみたいだが、寄って行こうか。今日はお土産を買って帰る。それも悪くないだろう。熱気球に乗りたかったのか。その表情だ。熱気球に乗れないと聞いてから君はずっと沈んだ表情をしている。天気であるうちに先に熱気球に乗ればよかったな。すまない。
あまり思わないな。計画の変更に備え、事前にダイヤを用意しておくのも計画の一環だ。だから、いざ計画に変更があろうと、さほど驚きはしない。というより、むしろ狂いは生じるものだとも思っている。そうではないんだが、誰でも万全な対策なんてできはしない。できるとしたら、現状に応じて計画を調整することだけだ。例えば、今成り行きで買い物に来てしまったが、本来の目的は果たせるはずだ。私のスタイル？君はそれでいいのか？今回は二人行動なんだ。私のことなら気を使わなくてもいい。君も普段とは違うことにチャレンジして新しい体験を得たいと言っていただろう。それなら一緒に買い物をするのはどうだろうか。これまでに経験もないだろうし、せっかくの機会だと思うのだが。お父さんに洋服を？なるほど。ではお友達へのプレゼントか？デザインからしてお友達は若いのか？私？どうして急に私を？なら試着してみようか。似合わないのかもしれないな。
気に入っているのか？皆の意見まで聞く必要はないさ。君のだけで十分だ。せっかくだし、君も自分の洋服を選んでみないか？大丈夫、待ってるから。いや、似合ってるよ。ああ、いや、それは違うんだ。似合っていたからこそ、すぐに言葉が出なかったんだ。オカメ八目、先ほど君もそう言ってくれただろう。そのセーターならもう一着選んでみたらどうだ。私の？このセーターは…ああ、そうするよ。
私のことなら気にしなくていい。ひとず肩もそのままにしておいてくれ。携帯ありがとう。ただいくつか質問をされただけだ。それより、さっきのはただの事故だ。だから君も気にしなくていい。それと、そろそろ夕食の時間だから、もう会計を済ませよう。この牡蠣はなかなか美味しい。君も一つどうだ？この店には独特なデザートがあるみたいだが、試してみようか。これはスカディ島の特産で、パクチーショコラというらしい。チョコにパクチーを入れることでショコラの甘さが中和されるだけではなく、全体的な香りも良くなるらしい。私はなかなかいけると思うが。嘘だ、冗談だよ。どうだ、少しは肩の力が抜けたか？さっきの件なら気にしなくていい。私は本当に何とも思っていないし、起きたこともただの事故だ。だから
私の前ではそんな顔をしないでほしい。先輩だからと気を使う必要もないんだ。またはいなのか。きっかけは小さい頃に見た熱気球の写真だ。無数のバルーンが空を舞う光景が幻想的で、いつか乗りたいと思ったんだ。試してきたが、さまざまな理由で叶わなかったんだ。場所を変える？だがこの会場でなくともレクアビクならどこも悪天候だと思うが。確かに明日の早朝に出発すれば間に合いそうだな。今？それはすごいですね。確かにすごいことを考えたものです。
君は高いところが苦手なのか？そうか。もし不安が続くようなら、私の体に捕まっていなさい。遠慮ならいらない。さっきも言ったが、私に対して気を使う必要はないからな。正直に言うと、私もこのバスケットの踏み心地は好きだ。いや、本当のことだ。信じられないのなら、私の手を見てくれ。私は高所恐怖症ではないし、熱気球にトラウマなどもない。だが、このバスケットのような足場の不安定な場所は苦手なんだ。それは自分のコンフォートゾーンから抜け出すためだ。私は自身の成長のためにも、機会さえあれば苦手なことを減らしていきたいと思っている。だが、それとは別に、私は熱気球から見下ろす風景を一度でいいからこの目で見ておきたかった。想像していた通り、素晴らしい景色だ。前にも言っただろ、私は一度好きになったら、そう簡単には覆したりしない。君はどうだ？すまない。いや、大丈夫だ。その通りだ。君との付き合い方もまた変えていくべきなのかもしれないな。では、その言葉に甘えて。どうした？気分でも悪いのか？ああ、すごく綺麗だ。
落ち着いて。部屋ならここへ来る途中に取っておいた。だが君の言う通り、この近辺のホテルはほとんどが満室だった。それで部屋は一つしか取れなかった。だからその他にもキャンピングカーをレンタルしておいた。レンタルセンター、ここからすぐのところにある。今から車を受け取りに行って夕食を済ませてからホテルへ向かおう。それと車はホテルの駐車場に停めておくから、何かあったらいつでも声をかけてくれ。今日はもう遅いから君も早めに休むといい。何かあれば、あ、いや何もなくともいつでも気軽に連絡してくれ。君に不便をかけるから大丈夫だ。それに私は昔からよくキャンピングカーに泊まっていた。心配しなくてもいい。ではおやすみ。私は大丈夫だ。それより君こそどうした？何かあったのか？わかった、ホテルの入り口で待っていなさい。すぐに迎えに行くから。それと夜は冷えるだろうから厚着をしておくように。相談したいことって？そうか、わかった。君の考えを話してくれ。その通りだ。
いいだろう。ところで、君にちょっとしたプレゼントがあるんだが、旅の終わりにでもと思っていたが、やはり今渡すのが一番いいかもしれないな。開けてくれ。つまらないものだが、君にぴったりだと思ってな。受け取ってもらえるか。未来は誰にも予測できない。だからこそ、君には私のパートナーとして、これから先も一緒に向き合っていてほしい。これはその、ほんの気持ちだ。ところで、熱気球に乗るという目的が達せられた今、私が組んだ計画は以上となるわけだが、君は明日からは何がやりたい？賛成だ。ああ、それはいいアイデアだ。君はどこに行きたい？ああ、そうしよう。明日スーパーで食料とかを買ってから出発しようか。こんばんは。無事に着いたようだな。今、少しいいだろうか。いや、そうじゃない。私もホテルにチェックインしたばかりで、その報告だ。君は、順調か？そうか。何かあったら、知らせてくれ。ああ。今回の出張先も景色がいいんだ。もし休みが取れたら、ここにも行ってみようか。ん？スカディ島のように私の目的を達成させたいというのか？いいさ。だが、それこそ逆もまたしかりだ。ん？やりたいことが達成されていたらどうするかって？それなら、また新しく作ればいい。うん。世界は広い。人生も長い。趣味なんてものは、そのうち向こうからやってくるさ。それに共通の趣味ならもうある。例えば、旅行とか、世界各地を巡るんだ。生涯をかけて、その、
つまりだな、旅行を通して思い出をたくさん作るという趣味だ。とりあえず今は依頼を済ませて、ステラ市に帰った後、また考えよう。今日は、もう寝よう。おやすみ。